時刻は3時を回りました。3時といえばマンスタイム。ふう、マンスタは英語でムシャムシャとかモグモグといった意味があります。なのでマンチタイムはムシャムシャモグモグタイム。ちょっと小腹が空いていたので何か食べようかな。今日のおやつはあれ、あら、ちょっと待ってください。あれあれ、あ、入れてなかった、ごめんなさい。これ焼きマロン、うん、失礼いたしました。今日のテーマはあなたは秋の味覚を堪能していますかです。このコーナーでも秋の味覚を使ったおやつをいろいろ紹介していますが、今日は数量限定ファミリーマートで先行発売されている焼きマロンです。栗の形をしたパーツのパッケージには京都の無添加無着色オーガニック焼き栗専門店ひさやブランドの焼き栗が入っています。厳選された糖度の高い大粒の有機栗を使い、独自の圧力釜で蒸し焼きにしたもので、冷めているのに栗本来の自然の甘みを生かしたホクホクの焼き栗が味わえるとのことです。では今日のおやつ、ひさやの焼きマロン、いただきます。もう秋堪能できないところでしたね、これね。行方不明になっていましたが見つけました。あのパッケージが可愛くて、あの黒ベースなんですけど、なんかこう和っぽいおしゃれな感じで栗の形しています。可愛いですね。では開けていきますか。クリクリ、よいしょよいしょ。あー、すごい、おー、コロコロ入っていますね。なんて言えばいいんだろう、ちょっと脳みそみたいですね。ではいただきます。ちょっと、うん、水分がついてます。おー、すごい、うーん、めっちゃホクホクしてる、おいしい。あのたまに焼き栗買ってもなんか味がちょっと薄い栗、あの、外れで10個に1個ぐらい入ってるじゃないですか。でもこれ多分もう全部ちゃんと甘さしっかりの当たりのやつがもうこのパッケージに入ってる、そんな感じがしますね。美味しい、びっくりな味ですね。クリエイティブなパウチですね。もうあのこれ以上やめようかな、ちょっとね苦しくなってきたんですね。でも本当なんかこうやってあのコンビニで手軽に栗をね買えるってね、いいですね。すごく自然な甘さでとても美味しいです。ぜひ皆さんも食べてみてください。マンチタイム、今日はへさやの焼きマロンいただきました。またこの動画はチップ FM の YouTube チャンネルにアップしますので、ぜひご覧ください。ZIP FM 77.8